こんにちは、ルナールでーす。ポアプでーす。はーい、やってまいりました、ガンダムオンライン連邦サイド。はい、今回はアッパオアクーでございます。ですね。はい、来たぞ。ちょっとなんていうか、せっかくウォルフ実戦投入してみようとか言ってたのに宇宙来ちゃったけど、何で行こうかな、何で出ようかな。まあ、ガンダムで平泳ぎするけど、まあでもここ階級が準将大佐戦っていう、なんか珍しいですね。本当だ。あ、少々もいる。少々も混じって少々イカ戦って感じですか。あし、またこれまた装備変えるの忘れちゃったな。そう、D 室でまあ泳いでって、これはいいでしょ。でアレックス入れるのもいいでしょ。そう、宇宙デッキあんまりね、あんまりいないんだよな。宇宙な宇宙デッキ、宇宙は結構、うん、あの難しいですね。何かと、ね、レースでただと行くだけなんだけど、あ、事故らないようにするとか、味方の ねスピードを見て、うん、あんまり早く行っちゃうとですね、そう一人でやられちゃう、ね、拠点にやられちゃうから。そう拠点、結構宇宙のね拠点はくせ者ですよね。あともちろんね、最初にどこから出るかっていうね。まあまあ BY ですけどね、いつも通りですけどね。まあ泳ぐよ。だから CZ とか人少ないとさ、負けちゃうから、そのまま。ああ、そうっすね。でも私 CZ の行き方がいまいちよく分かってないので、まあ人数見て決めましょう。了解。 CZ な、CZ ね。あ、これもあんまり早いとな。あ、C10 人いるね。ジャービーで、ジャービー行きましょう。泳ぐぜ。いや、でもルナールさん、前々からちょっと思ってるんですけど、何上切った方が早いのかっていうところですね。根本的な疑問が。でもそれは未だにっていうか ねどうなんでしょうね。どうなんだろうね。普通にだってブースターで高速でウォーって移動するよりも切った方が早いっていう、そのね、だからこのみんなのさ、変な平泳ぎ大会になるっていう。ねえ、どうなんですかねこれ。拠点を占領した。ほらこうやってあんまり早いと一人だけ突出しちゃうんだよね。あ、間違えた。何やってるんだ。お、え、何これ防衛ですか。防衛がいますね。そのマクベキがいるんですか。うわ、ミサイル来た。あ、でも落ちた。地球連邦の無能なる者どもに思いやらねばならん。今こそジオン国国民は明日の未来に向かって立たねばならん。ここでちょっと待たないとですね。的今前の人が的になってくれた。ちょっとここ危ない。あー、落ちちゃった。さあ、5番取ってるからもう一回行こうかな。あー、相当殴ったけどやられちゃった。くそ、あんまり慣れてないんだまだ、コンカスのプロガン。あー、宇宙専用プロガンね。すごい、割れなかった。まあでも第2波が今行ってるから、うまくいれば行けば割れるかな。負けてますね。ワイワイワロワイワロ、とにかくワイ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行きましょう。
方みたいな方のおかげで何十人となく無駄死にをしていた人がいるんです。リーダーが回復しました。敵を撃破。なんと他愛もない外傷一色とはこのこと。敵側反射障害に成功しました。上目から行くか。うん、右側からしかも行くか。拠点を制圧しました。集中的に攻撃すれば突破可能です。おお、指揮官から指揮が届きました。まだ打ち続ける。うわ、あれ、今のシュトルムが当たらなかったのかな。誰か味方の背中にでも当たったか。まだ Y 割れば割れば。うん、すいません、もうトレーナーしかいません。ここか、あ、ここか、ちょっと上も8からじゃいくか。そうですね。でも私もあの攻撃できる機体がなくなっちゃいました。残念。諦めない。石の中にも3年。私も戦力ゲージが残り 30% を切りました。もうもうちょいなんだよね、ワイ。もうちょいです。ミリです。ミリミリ。ザックだから割りにくいか。紛れていってください。ちょっと待った方がいいかな。うん。なんかこう。でもレーダーになっちゃったかな。ほとぼりが冷めたあたりでよろしくお願いします。いただきます。拠点を奪いました。なんか割れた。あーダメか。なんだこの強さ。落とされたのか。うわー当たんなかったか。うわー、 Y さえ割ればってとこなんですけどね。厳しいな。8Y いけるよ。 8Y、うん、うわーズゴックって待ち時間がね、あれなんですよ。やべえ、ズゴックしかない。私もズゴックしかないんです。いや、でもズゴックでも行くしかないか。30秒ほど残ったんで、ちょっと。あ、ダメだ、全然。30秒も。これズゴックタンでは無理だろう、行くのは。あ、でもなんか行ってる人いるね。敵にたどり着くことすらできない。ちょっと無理や。あ、ロロロロロロロ。いただきます。悔しいけど退避します。何、おお、宇宙適性がついてないズゴックタンが。お、やった。あ、終わった。やったね。あれ、壊滅させたいって。壊滅させたね。やったね。やった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 。じゃあもうあとはヘロヘロしてる。どこにいるんだ敵は。あ、戦艦。この人なんで止まってるんだ。おお、かね。ああ、狙われてるしね。こんなところで路角のズブック。ああ、瞬殺されました。お、ちょっとポアップさん活躍したよ、今回は。お、えらい。ルナールさん、まずったな。支援なんて入れてる場合じゃなかったな。ねえ、支援機はいらないですね、ここは。攻撃できるならまだいいんだけど。できません。ただの一撃も放てません。あ、何、もう X ないんだって、戦艦。味方のカメラガンを片っ端から回避しないよ。あ、ちょっと出る場所間違えた。悪いな、後が疲れてるもんでな。悔しいけど退避します。
この程度じゃかすり傷にもならねえよ。呼吸器を破壊しました。これ以上好きにさせない。あ、終わった終わった。はいはいはい、うん、ごめんよ。まあいいや、勝ちました。イエーイ。 C も最後来ませんでしたね。そうですね、なんか前突とか、まあ階級低かったからね。うん、そこまでできるあれではなかったんで勝負。やった、1位。おお、やりました、おめでとう。おー、すげー、23849だって。飛び抜けてる、飛び抜けてる。コンガスプロガンの威力ですよ。あ、切った切った。 もっと切れたんだけどね、うまくやれば。途中でやられちゃったから。おめでとうございます、素晴らしい。というわけでガンダムオンライン、今回はアッパーはクーでポアップさん大活躍の負けでございました。やったねー、やったねー。はい、はい、ではここまで、うん、このくらいの階級がちょうどいい、正直。でしょ、わかるわかる。やっぱり召喚戦はサバイバルだよね。つらいね、召喚戦場。辛いね、ちょっとね、ちょっとストイックなんだよね。まあ、一応ここも召喚戦場だけど、はい、まあまあまあ、サバ混じりぐらいが嬉しいんですよね。やっぱそれぐらいの実力って感じだよね。そうですね、はい、そう、楽しいのがいいね。はい、ではでは、ここまで見てくださいましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。